気づかぬうちに引いてしまったのか。確かに何かに乗り上げたような感覚はありました。ここは一旦近づいていく。息があるか確認していきます。ピエンの瞳でしっかりと観察していく。少し半笑いというのが非常に不謹慎。しかもよく見ると横断歩道の上で引いています。ここで顔を上げました。まだギリギリ息はあるようです。おだぶつしてないのであれば問題ありません。元気よくその場を立ち去っていく。ことの重大さを全く分かっていませんでした。横断歩道の上には人が倒れています。そして大型トラック、跳ねられてしまったのか。そして茶々丸が逃げるように立ち去っていきました。空が明るくなり始めています。早朝の渋滞交通事故、一刻も早く警察と救急車を呼ばなければなりませんが、茶々丸も気が動転しているのか、目が完全にいっている。ひき逃げマトン、おそらくやったのはこの羊。ショックのせいでしょうか、精神状態もかなり不安定なようです。110番と119番、どちらにしてもまずはスマートフォンを取り出すこと。ここで立ち止まりました。ただあまり分かっていませんでした。信号機のない横断歩道、その近くには飛び出し注意の看板です。事故が多発している区域、茶々丸も食い入るように見つめています。そしてなぜか突然ダッシュです。しかししっかりと路側帯の内側ルールを守っています。看板の意味をしっかり理解している素晴らしい IQ。 嘘でした。普通に飛び出していきました。命知らずのマトンです。横断歩道、飛び出し注意の看板には茶々丸のイラストが描かれています。無人島の腫れ物扱い、知らない間に危険人物に見なされていたことにショックを隠しきれない様子です。そしてその看板を凝視しているハムスケ、ここはたまらず立ち上がりました。完全に一致、ご本人登場。驚きを隠しきれません。絵に描いたような二度見です。ほぼキスの距離、一瞬目が合いました。一体どこが危険なのか本領発揮。羊が突然道路に飛び出す。疑念が確信に変わりました。この番組はジャングルの寺院イグルー、ほとんどの人がちゃんと顔を見たことがないであろうコウモリ、横から触る分にはなぜか平気なマグマブロック、不思議なことに真下からも乗れるボート、どの部分にスライムボールが使われているのか見当がつかないリード、そろそろ縦にも半分にできてほしいハーフブロックの提供でお送りしました。